なぜ戦う？は？その方に勝ち目はない。やっても見ねえでわかるかよ。見た目で判断すると足元救われるぞ。人類という種のためか。弱く世が壊してやる。そして与えよう。平等とは言えぬまでも理不尽な差のない世界を。今矛を収めるなら許してやらんでもない。早めにやっちまった方がいい。貴様とは戦わぬ。場所の移動に意を挟まなかったのは。お互い大変だな。いい技だ。硬い。三の手。そんなに死にたいか。王の器量としては稚児の駄々に親が抱く程度のわずかな炎であったが、その方が世と交わすことが叶うのは言葉だけだ。待てよ、言葉か。王よ、自分の名を知りたくはないか。なぜ貴様が世の名前を知っている？わしに負けを認めさすことができれば教えてやらんでもないぞ。殺さず気の済むまで。すぐに積んでやろう。王が応じると同時、ネテロは飛んだ。百式観音。求めた武の極みは。ここは墓場。貴様の名。と出会えた。これまでの全てに。両の手のひらを合わせ、五年、あるいは十年か、それのみに没頭したのだ。その方が己を高めんがため、
捧げ続けた長き時、褒めて遣わす。虫が。老衆の兵士よ、頼むぞ。頼むからその前に成功は果ててくれるなよ。王の戦術は至極単純であった。攻め続けること、その組み合わせを全て検証し、奴がさらに新しい勝打を出さざるを得ない角度からの。やってみせよ、世には叶う。人間をなめるなよ、メルエム。メルエム、それがお主の名だ。お前さんは何にも分かっちゃいねえよ。人間の底すらない進化を。それは王が初めて感じる恐怖だった。地獄があるならまた会おうぜ。積んでいたのだ、初めから。その爆弾は低予算で小型の上、驚くほどの殺傷能力を誇り、ミニチュアローズ、貧者のバラと呼ばれ。